ブラジルのイグアス国立公園は、パラナ州にある1939年に設定された国立公園である。イグアスの滝があることで知られるが、滝はアルゼンチンにもまたがっているので、アルゼンチン国内にもイグアス国立公園が存在する。特に鳥類などの野生生物が多く生息し、5種の森林と生物系が同じ国立公園内に同居する。 世界的にも珍しい場所になっている。1986年にユネスコの世界遺産に登録された。アルゼンチンのイグアス国立公園はすでに1984年に登録されていたが、それの拡大登録ではなく、別の物件として扱われている。なお、公用語の違いからイグアスの綴りが異なるので、ブラジルの、アルゼンチンの、といった言葉は、 登録名称に含まれていない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。1999年に、危機遺産リストに加えられた。理由は、国立公園内での道路建設計画が、環境悪化に結びつくと懸念されたことなどによる、道路の封鎖などの対処がなされたことにより、2001年に、危機遺産リストから除外された。 ありがとうございます。